はい、こんにちは、ケソです。どうも、こんにちは、ハネムンです。皆さんにお知らせがあります。はい、とうとう我々のファンクラブができました。タラタラッタターン、タッ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 タ。なんすかその音楽は。まあ、あの BGM 指すのめんどくさいんで自分で言いました。なるほどね、はい、いやしかし我々のファンクラブ、そうですね、まさかできるとは思ってなかったんですけど、はいはい、ちなみにファンクラブの名前は、うん、ニート&ティーチャーです。あ、はい、それ採用したんだね。これ採用させていただきました、はい、素敵な名前をありがとうございます、はい、じゃあこのニート&ティーチャーは何ができるんですか、入ると。まあ、もちろん我々のファン同士のコミュニティの場はもちろんありますし、はいはい、うん、限定動画だとか限定生放送だとか。あー、なるほどね。予定していっぱいあるんだね。そうですね、まあ、いっぱいやるっつってもこう今までの投稿は普通に今まで通り相も変わらずやっていきます。あー、まあ、なるほどね、うん、我々のこう負担が増えるみたいな負担だったの君負担だったんだ今までの動画そうか、なんか申し訳なくなってきたよ君に対してそんな、うん、そんな、だまあファンクラブではもっとなんか緩い感じっつったらあれなんだけど、ほら、はい、まあ例えばほら俺が爪伸びるじゃん、うん、はい、爪伸びたらほら爪切りながらなんか喋るじゃん。ああ、何を言ってるのそういう放送だとかさ、誰が得するのそれ。まあほら爪切りはあれだけど、これ雑談オンリーの生放送とかラジオ的なのをさ、まあ不定期にやろうかな。たまになんかほら歌なんて歌っちゃってさ、ご機嫌でしょ。ああ、まあまあまあ、うん、他には他には、まあ月に1回、うん、オンラインのイベントをやりたいなと、ファンクラブ内で。はあ、うん、なるほど。今は何やりますか。まあ、今だったらほら、うん、シャドーバース、うん、まだ我々好きだからさ、まだつっちゃったけどさ、はい、まあ、我々もほらシャドーバースの特別ルールで動画頑張らせてもらってるわけで、はいはい、まあ、それのプチ大会みたいなね。プチ大会、うん、あ、まあ、その月にやったルールで、はいはい、ファンクラブ内でもう小さな大会も商品も出ないようなさ、ただ、ね、ただみんなでワイワイできたらいいなっていう感じの大会を月に1回ぐらいはやろうかなっていう予定はしております。いいんじゃない、なんかいいじゃん。まあ、暇だったら参加するわ。ああ、まあ、レギュラーではないのね、あなた。分かった。まあ、それでね、今日はね、はい、その記念すべき第1回目の大会のルールを。ああ、もう決まってるわけね。もう決まってんすよ、はいはい、私すごいやりたい、ね、みんなでやりたい大会のルールがありまして、はい、以前生放送でやったんですけど、はい、攻撃力プラス体力統一対決。はあ、いつだかの生放送にやったんだよな。これがね、意外とルールとして面白かったんで、はい、まあ、記念すべき1回目の大会のルールはこれでやってみようかなっていう。じゃあルールおさらいします、はい、攻撃力プラス体力統一対決ということで、アンリミテッドです、はい、スペルアミュレット自由にデッキに入れられます、はい、デッキに入れるフォロワーの初期攻撃力プラス体力の合計スタッツを統一しなきゃいけない。なるほどね。うん、例えば、はい、まあ、これ生放送の時に使った例題のデッキなんだけど、はい、これ7ドラゴンつって7ドラゴン、はい、見てもらうと分かるんですけど、攻撃力とこう体力の合計値が全て7なんだよね。フォロワーだけ見てください、ね、フォロワーだけ3、4、2、5、はいはいはい、ではこれは7ドラゴンって感じ。なるほど、ね、でもう一つがこの12バンプっていう、12バンプ66とか、はい、そうなんか、まあとりあえずスタッツの合計が全部同じだったらいいと、はい、まあどんな組み合わせのあれが強いのかなと、はい、なるほどね、いう感じですね、はい、まあ大会開くってことで、ちょっと我々もね、一発一個考えて対戦してみようじゃないかという、はい、ああ今やるんですね。そうですね、そんな感じで、はい、はい、さあじゃあデッキ作っていきましょう。はい、どうしよっかな、リーダーは。ああ、これ使ってみよう。ほう、さあ私はできました。はい、どうですか。まあやっぱね、スタッツの合計が同じってことで、結構ねフォロワーのねコスト代が偏ったんで、はんはん、まあ薄い部分はスペルとアミュレットでなんとか補ってっていう感じにしました。なるほどね。まあ果たしてどうなるか、とりあえずやってみましょう。さあ始まりました。はい、攻撃力プラス体力の数値統一対決、はい、ということで、お互いデッキに入ってるフォロワーの、攻撃力と体力のスタッツの合計が統一されてると。はい、はい、そうですね。そんな感じですな。いやどうしようかな、どんなデッキか分かんねえんだよな。まあ何が何コストじゃないや、何スタッツの合計がいくつかってことだね。そうね、とりあえず
いや全キープだ、全キープ、全キー プ、うん、絶対早いじゃん。なんだろうな、これキープ良かったのかな。あーはい、タイエンド、なるほどね。お早速出してくから、フォロワーで、あー土か、これはいいね。でもアミュレットだから、アミュレットで出てくるやつだから、これはあの制限に含まれないと。02ですね、はい、じゃあ眷属の召喚で、ひぃこれはあれスペルだから、スペルから出たやつなんで、ね、まあオッケーと、俺は2バンプじゃないぞと、そこだけは言わせてくれ。ドロー、はいはいはい、あーそう、星意味すごいね、見るね、見るよ、散々見るじゃん、願ってるもん、いろいろ。あーそうかい、そうかいそうかい、いやーこれどっちがいいんだい君は、おー、大釜、まあ、土だね、土だよ。え、遅くない、でも大丈夫それ、俺どんどんバット出してくよ悪いけど、助けて助けて大丈夫、どうにかなんの。でもほら1点も食らってないからね。あ、まあね、確かにね、うん、大丈夫、次4点飛んでくるけど、次4点飛んでくる、じゃあちょっと捨てこうかな、うん、あーなるほどなるほど、よし、あぶねー、あーはい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 、一安心か、バンプだぞ相手。まあここはどうしようかな、土か、さあどう来る。まあここ与えときたいな、土相手に、土相手にね、バンプ相手にこの3っていう体力の、そうですね、絡まないですね、なかなかねですよね、ここは与えときたいな。 OK さあ、いや待って、バッそれずるくない。まあこれはスペルから出たやつなんで、私はまだスタッツ内緒です。いやきついな、いやいや、またかい、あー2体目で、多分確定はねえと思うんだよな俺、確定除去はないと見た、なるほど、だから進化しとけばまあいいんじゃね、なるほどなるほど、まあ取るのには苦労するだろうという、その通り、はい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 、しないんですか。いや待ってよ、まあするわまあまあバットで、まあバット一撃はねこうしょうがないね、でもなんか気持ちいいから進化させようかなっていう気持ちは、無理ですが、ほう、貴重な進化権を使って、そうですね、もういや、てか早いんだよ早い割にさ、早い割に遅くない、フォロワーどこにもいなくない、そうですね、まだ私フォロワー出してないですね。それがきついんだな、まあしょうがない、幻影でも使っていくか。ほう、さあイデアはきっとガーディアンゴーレムだろ。おお、なるほど、あ知ってた、あはい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 、なるほどね、そこ進化、うん、進化するよ、まあそうだよね、うん、やだもん、早いの。よし、これです。やっと最初のバットが全部片付いた。ようやくだよ。なるほどな。ようやく片付いた。そっかそっか。実は私ね、早いんじゃないんだよ、これ実は。遅いんだよ。まあ、遅いだろうね、だってね。うん、今まで出てきてないから、ヨルムンガンド。ヨルムンガンド、ヨルムンガンド。ヨルムンガンドって何？ヨルムンガンド、なんか死ぬ、死んで後に全部自称すると、なんか、1点ずつ飛んできますんで。いずれにせよ嫌だな。いやでも倒すのも嫌じゃない？まあねでも倒したいでしょこれは、さすがに。ちょっとじゃあ引いていこうか。はいはいはい、とりあえず。あーいいですね、土の動きしてますね。3枚引いて、回復していいじゃないですか。ヨルムンガンド倒すか、スキリしてくれ倒すか俺、スキリしてくれ、あり？いいんじゃない、本当？うん、いやーなんか嫌な予感しかしない。わーな、とんでもねえとんでもねえコンボとか来たら嫌なんだけど。いや全然よ。あーてか待って、10でしょ、10バンプ、フェンリルがいるんだな。まあこれちょっと効果的に今損してるけどなるほどね、これ突進で破壊しないといけないんだな。あー破壊しないと2点飛ばないから、なるほどね、うん、ん？突進で破壊しはいいんじゃない、破壊すれば別のやつに2点飛ばせる、ね、なるほどね、別のやつがいないってことね、いないっていうちょっと切ない損をしました、どうしようこれ、あいつにこんなの使うかしかも進化権も使って、おしょうがねえか、じゃあとりあえず、はいはい、ニュートラルになってもらいますなるほど、読めたぞ、そうこいつね、そうまあ何を隠そう、まあ、さっき出たから分かると思う、は8ウィッチなんですけど、なるほど、こいつ8なんですよね、なるほどね、2つがね非常に使いやすい、そうきたか、
あー、ここはじゃあ国士の仮面で耐えますか。国士か。そうですね、俺本当は序盤このスペルトアメレットで耐えて、で後半でかいの出そうっていうワンプだったの。なるほどね。意外とバットが頑張ってくれて、頑張ってくれたね、うん、早いできっと勘違いされてんじゃないかっていう心配もあったんで、俺もちょっとでかいの出していこうかな。でなんとこいつはね、疾風のドラゴンが出ます。やるねやるだろ。いて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 い
偶然だけどな。どうしようかな。いやもう終わったろ。終わりはしねえだろさすがに。あ、終わりしない。終わりはしないね。この場で。エリ。進化もあるか。お。で全体1点。全体1点。そうか。そうですね。そうか。そうかそうかそうか。全体1点があるんですよ。そんなのあったな。はいはいはい。もう今完全に忘れてた。でもねこれはねやっぱ、うん、フィニッシュに使いたかったわけですよ。フィニッシュ、ああなるほどね、うん、でもこれ今処理に使っちゃってるから まあ、あんま強くないですねっていう動き的にはな、うん、感じですね。はあなるほどな。あなるほどな。はい、つらい。はあ、おお、もう酷使でつらいです正直。あ1枚しかない手札、これどうにかなんねえかな。なんねえか。あ、いいや、とりあえずじゃあ44の8の申し子ですよこいつは。いいね。さあこれで国士も消えるんでしょ。まあ適当に進化して置いとくか。なるほどね。進化で は殴ってこないと。なるほどな。そうだってどうせ1で消えるからね、はいはいはい、ああこれしかない。俺の秘策を出す。ほう、メイルストロームサーペント、こいつは10です。待て。待て。え、いやしかしな、相手進化権あってスタッツ4がいるんでしょ。6、あと1点か。あと1点があれば、なんか1点があればもう負けですね私ね。いやそれはどうしようもない。ほう、あと1点は与えられない。なるほど。ただしお前の場は全員消える。これだけがやりたかっただけなのに。これだけはやりたかっただけなのに。いやーちょっと1点与えられなくてごめんねっていう感じで。これだけをこれだけを決まれば勝ちと思ってたのに。あーぶねー。あーあーあー、もうダメです。夜の群れぐらいしか打てます。いやマジか。そうか、いやなんかサーベントだからテミス来たらやだな、ビショップだったらやだなと思ってて、あまあウィッチだからいっかと思ったら、そうか、よくなかったね。よくなかったね。土なんだね。はい、さよなら、ありがとう。刺激は彼の美しい。はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れ様でした。10バンプと8ウィッチの対決ということで。そうですね。あまあまあまあ、なんかまあ最初はマナリアが、はいはい、おー44で8じゃんっつって、なるほどね、それで作ってたんだけど、はいはい、マナリアが抜けて土になるって。ああなるほどね。まあでも土も結構 8?、うん、そう、レビー近畿、レビー近畿と、まああとなんかローマ同士ドラゴン出すやつ。はい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 、はい、うん、こいつ多分使われることはないんだろうけど普通には。あれは何 ?44 な、全部44なの。こいつは44で、まあ近畿だけ35かな。あと44、ね、まあ、アルテアも44、幻影使いも44。なるほどなるほど。でまあオリビエ先輩ですよ。オリビエもいて、オリビエもいてね。でまあ土のアミュレット出せばなんかフォロワーも負けでついてくるから、そうね、序盤それで耐えるよみたいな感じだったよね。そうね。あまあ結構考えられてる出来だったってことですね。まあまあ いい職でした。はい。まあということで、ファンクラブ第1回目の大会はこのルールで、はい、まあやろうかなと思ってますですね。なんかまあみんなおのおのの、まあ、思う最強のデッキを作ってもらって。そうですね、もう茶番とかいいんで。本気で来てもらえば、の我々のが茶番だったみたいな。いやいや、俺もこれ割と真面目に考えたんで、うんうん、でもまあ月に1回はやろうかなっていう。まあシャドバ俺らが飽きたら別のゲームやると思うけど。なるほどね。しばらくはシャドバの大会だと思うんで、まあ、はい、気に入った大会があればその月だけファンクラブ加入みたいなのもいいんで、全然気軽にファンクラブの方よろしくお願いします。はい、はい、とまあ宣伝も兼ねたところで、はい、今回はここまでで、はい、はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。